せで始まる、やってみたいことといえば、言ったかでしょ、これ青春でしょ。ソードのジャンル、洗脳とかセーブ、ロードで快適な人生、バカだからわかんない生産関係、ていうか政治家って言ってない、成長って言葉をご存じない、これが一番やってみたいでしょ。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。な、で始まる、無人島に持っていきたいものといえば、言ったかでしょ、僕ら仲間でしょ。ソードのないない心とか、目で水やって収穫するナス、バカだからわかんねえ長野県、っていうか夏でまだ行ってない、南高って言葉をご存じない、どれが一番持っていきたいでしょ。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。くで始まる、危ないものといえば、言ったかでしょ、これはクロコダイル。そうなのじゃね、クマバチとか養蜂、要領守ろう薬、バカだからわかんねえクエスチョン、っていうかクワガタって言ってない、車の危険性をご存じない、どれが一番危ないものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。世で始まる、先が読めないものといえば、言ったかでしょ、これは予告でしょ。そうなのじゃね、洋楽とか R、カエルがわからぬ横文字で、バカだからわかんねえ予防注射、っていうか読めってまだ言ってない、世の中って言葉をご存じない、どれが一番先が読めないでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。みで始まる、うるさいものといえば、言ったかでしょ、これみみんゼミ。そうなのじゃね、ミキサーとか見出し並みにはうるさくありたいね、バカだからわかんねえ緑がね、ていうか御堂筋線いってない、ミサイルって言葉をご存じない、これが一番うるさいものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。むで始まる、エモいものといえば、言ったかでしょ、これはムーンウォーク。そうなのじゃね、夢中とかどんな時も大事だよ、ムードってバカだからわかんねえ無縁パパ、っていうか向こう側って言ってない、無色のエモさみんなご存じない、どれが一番エモいものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。もで始まる、小さいものといえば、言ったかでしょ、さすがにモモンガ。そうなのモッツァレラチーズ、美味しくて安いようなもやしって、バカだからわかんねえもうあいぞ、っていうか僕らってまだ言ってない、文句言うの器小さいんじゃない、どれが一番小さいものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。あで始まる、明るいものといえば、言ったかでしょ、これはアイドルでしょ。そうなのじゃね、赤信号、夜空見上げ綺麗な天の川、バカだからわかんねえアバダケダブラ、っていうか明日ってまだ言ってない、雨上がりって言葉ご存じない、どれが一番明るいものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。おで始まる、大きいものといえば、言ったかでしょ、これは大阪でしょ。そうなのじゃね、王国とか声が大きくないとね、オペラってバカだからわかんねえお子様ランチ、っていうか降りてまだ行ってない、お父さんの偉大さご存じない、どれが一番大きいものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。ちで始まる、硬いものといえば、言ったかでしょ、噛めないチョコレート。ソードのジャンル、チェスのコマ投げたら危ないんだよ、チョークってバカだからわかんねえ蝶々結び、っていうかチタンってまだ言ってない、チョコールペンシルってご存じない、どれが一番硬いものでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。木で始まる、ドキドキするものといえば、言ったかでしょ、これは期末試験。そうだのじゃね、期限切れ、重荷になっちゃうよね期待って、バカだからわかんねえきびだんご、っていうか奇跡ってまだ言ってない、金曜のワクワクをご存じない、どれが一番ドキドキするでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。えで始まる、楽しいことといえば、言ったかでしょ、エレキギターでしょ。そうなのじゃね、映画鑑賞、さっきと少し被る演奏で、バカだからわかんねえエスカレーター、っていうか遠足って言ってない、エイプリルフールってご存じない、どれが一番楽しいことでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。巣で始まる、近くにいがちなものといえば、言ったかでしょ、これはスイーツでしょ。そうなのじゃね、ストレスとかスプラスマブラ、スイッチでバカだからわかんねえスポーツ選手、っていうか数字ってまだ言ってない、スマイルの大事さをご存じない、どれが一番近くにいるでしょう。他に思いついたらそれを書き込みなさい。誤字をしてしまったので、あなたが正しといて。